IT を活用した配送網を作るとか、住民の地域の皆さんの生活の支援、買い物の支援等を行っていければと。米子市役所で開かれた官民挙げて買い物環境の改善を目指す協議会。米子市と県内の IT 企業、スーパーやホームセンター、銀行など民間企業7社で組織されています。持続可能な買い物環境づくりを目指す実証実験は、スマートフォンやパソコンなどを使うネット注文による配送サービスで、来月6日から来年1月31日までの期間、試験的に行うとしています。スーパーやホームセンターなどの食料品や雑貨などが購入可能で、配送費用は1店舗の買い物ごとに330円となっています。実験の対象エリアは、市の郊外にある聖徳地区など3エリア。メインターゲットが高齢者であるため、公民館にスタッフを配置し、商品購入の支援を行うということです。あったら見ると思いますけど、私も車の中乗せてもらうと買い物に行かれない。公民館というのはですね、やっぱり地域の拠点ということで私も考えておりますので、非常に今回の取り組みというのはその一つのですね、新たな試みではないかなと。地域の拠点である公民館も生かしての今回の実証実験。協議会では実験結果や課題を整理した上で持続可能性も模索し、今後は買い物が可能な対象エリアをさらに広げていきたいとしています。